それれです、えー、今日はね、えー、いろんなコメントがにもあるように、えー、吉原チャンネルこと、えー、吉原のじじにちょっとアンサー動画を上げようと思ってます。えー、なんせね、えー、相手の動画をあまり見ようとしない自分がいてね、えー、軽くちょっとね吉原じじのチャンネルちょっと見させてもらったけど。 今日はちょっとこう、まあ、うちのマネージャーがね、えー、要所要所をまとめてくれたんでねその見ながらちょっとこう,動画していこうかなと思っていま,まずねもともと俺が、えー、デニーロのに対して外野がうるさいっていう配信に対して、えー、その青山デニーロがね「えー、俺は外野じゃないから、えー、関係者だから外野、えー、がうるさいっていう動画を下ろしてくれ」って言われたけど。 自分のチャンネルで上げた動画を、えー、全然会ったこともない人間に動画を下ろしてくれって言われる筋合いもないければ、えー、下ろすつもりもなかったんでねまあでもそんなの、まあ、よくみんなねデニーロは、えー、広告し申請してないから、えー、そんなの視聴回数狙いじゃないって言いますけど、えー、彼が自分で YouTube を配信している以上は視聴回数を狙っていると思うんですよ。 えー、じゃないければ俺との電話した電話をね、えー、勝手に録音して勝手に人との録あ電話で返したことを録音したあれを勝手に動画に上げてますからねこれ視聴回数をみんなに見てほしいとか狙うためじゃな,くじゃないければ何だってなっちゃうんですよね、まあそこに 急にポッと訳わかんないね吉村チャンネルになる吉村のクソじじねなんで吉村のクソじじっていうかというとええー、俺をねええー、ドラゴンの佐々木小僧ええー、小僧っていう52歳の俺に対して小僧呼ばわりしてるから65歳のやつに対してジじじって呼んでも別に失礼ではないと思うんだよねだから吉村のチャンネルでええー まあ、俺に対しての質問なのかどうかわからないけど、現役なのヤクザなのクソなの大工なの、えー、暴走族ドラゴン <laughs> っていう感じなのがあるんですけど、えー、逆に俺は吉村のじじいに行きたいけど、えー、まだ現役だと自分で思ってるの俺は現役でも何でもない。えー、あとなあー、ヤクザでもない。えー、クソでもない。<laughs> えー、内装大工一生懸命させてもらってますよ。あと、傍ら YouTuber させてもらってる。えー、わかったかな、ジ,ジイ俺は、あのー、ヤクザでもないければ、あのー、クソでもなんでもないから、大体一緒にクソっていい投資しこいて、一緒にクソっていう人間が多分クソ。えー、吉村氏のことと、とやかく言って、裏でお金取ってる。えー、裏で一切お金取ってません。っていうか、あのー、別に、 K さんとの動画も、えぇ、ー、ヒのことで、えー、うちのマネージャー、前のマネージャーだね、えー、向こうのマネージャーと繋がり、えー、動画を撮らせてもらって、えー、まあアメリカの刑務所に入ったことがあるっていうことで、いろいろとケさんにこの、アメリカの刑務所とか、えー、どういう経営かいろいろ聞いて、まあその、撮った後に、えぇ、ー、2、3日して新宿で飲んでたら、えー 次この間 K さんとコラボしたんだったら、あれ一緒に捕まった吉村さんとも連絡取れるよ。え、そうなんだ。吉村さんともぜひコラボしたいなって連絡してみてくださいっていうことで、えー、急遽吉村さんとのコラボが決まって、で、まあ、巷でちょっと自分も小耳に挟んだことを、まあ、本人にぶつけて、えー、まあ、一時は俺は疑ったけど、まあ、いろいろとこう、遡っていったら、 えー、事実が判明して、ち、え、ま、ー、で噂になってることがないと、えー、2人が、党の本人が、党うーもうそういうことも終わってて、えー、そういうこともないって言ってるのに、それに対して第三者を、大して何も知らない俺が、何言ってんだっていうわけにもいかないし、それは俺はそういうふうに素直に撮った動画を素直に上げたっていうだけで、そこに急にぽっとデニーロが出てきて。 はい、それに対して、まあ、アンさんの動画を上げて、電話をて、電話で喋ったら、ええー、勝手に録音して勝手に出して、ええー、自分の YouTube に上げてね。まあ、紹介数狙ってないけど、何のために上げたかよくわからないけど、まあ、それは容姿として、ええー、吉村時々が言うように、俺は、あの、裏で誰からもお金を取ってません。ええー、 ここに、あと、ケイシが佐々木をよあ、吉村さんに紹介したんじゃないかっていう吉村チャンネルが、のじじい言っとるけど、えー、決して紹介ではないです。今説明した通りのあれで、あ、あぁ、知り合いました。えー、っとね、よくこう、ここにケイシ、竹垣会長を必要にディスる、ディスるって,ってもいるみたいですけど、えー、結局、なんだろうな、あの、まあ薬剤やってきたんでしょう。 えー、頑張ってきたんでしょうその、YouTube で、やった以上は、あのー、人を、こう、まあ、人を話題に上げるのもいいでしょうディスってどうすんだこの、ケイさんとか、タケヤさんをディ,スディスってどうすんのいい投資して、いいヤクザなのあなたは。って感じだよね。えー、それと、佐々木さんが1500人登録した時の初心。 え、謙虚さをなくして、あやまし、や、え、えー、吉村チャンネル2000人クラスの登録、馬鹿にされたことを怒る。ああ、別に馬鹿にはしてないよね。ら明らかに、えー、デニーえも、俺との本当になんか事実確認しなかったら、電話一時録音することねえだろ。録音した電話を、それを視聴会室で狙いって言わないで、なんで自分で YouTube で上げる必要ある それおかし、おかしいでしょどう考えても。何が視聴回数狙いじゃないだ。たとえばそれが広告収入あろうがなかろうが、視聴回数で狙ってると思いますよ。そこに対して吉村チャンネルが出てきて、えー、こういうことにあやかっていけば、えー、視聴回数、収、えー、広告収入に入ると思ったんじゃないんですか現に、えー、俺をディスったどうか、えー、回ってるでしょ、万、ま。それを全然、手に入るおさむに会ったこともないに勝手に代弁者になるんだ。 おぉ、すごいね。その何その、ヤクザの世界、もっと自分が生きた、えー、生きてきたヤクザの世界ってそんなもんなんですか吉村チャンネルのじじい。よく聞け、本当に。えー、あとね、なんだ、切り取り動画を儲、えー、けるために使う、売名行為、収益稼ぎだと佐々木さんをディスる。あー、そうやってね、し人をディスることしかできないの。65年間も生きてきて、えー、ヤクザも経験して、 逆にそれに、びっくりにしましたね。ええー、まあ、なんだろう、65歳から見たら、俺か、俺とね、そうだなぁ、1、うん ?8 歳の13歳離れてるからね、放ったれこぞって、思うかもしんない。だけど、それはね、えー、吉村チャンネルの吉村よ。二、え、十、ー、25歳の時にまだ俺は放ったれこぞって言ったら放ったれだけど、えー、自分はもう65の時事で、 俺はもう52歳のいい、いい年ですよ。<laughs> そんな、放ったりこぞって言う、言われる筋合いね。えー、あとね、今年1月の十診、あの、ふル、トークシ,ークシーのあのー、あれに、えー、勝手な想像して、えー、大丈夫ですか食ってないですよね。えー、ケ竹木会長、あと佐々木さんで食事に出かけたと情報入ってるぞ、と発言。えー、幻覚 あの、トークショーは確かに言った。えー、終わったらすぐ僕は家帰りましたからね。どこでどういうふうにそういう幻覚見たか、え、現状を聞いてきたかわからないですけど、えー、そんな感じですね。えー、とりあえずもう人をディスったりするのやめなよ。もういい時事なんだから、それもヤクザは経験してきてんでしょちゃんと自分で YouTube 愛人やるならやってきちんでやってほしいもんだね。 えー、なのに、えー、パート2、パート1、パート2、パート3ってやってるからね。うんな一時俺もパート1、パート2、パート3やってたら、えー、動画がな、あ <laughs> えー、バカらしい。えー、だからね、簡潔に言いますけど、えー、関東アウトローを閉店した後、今度は関西から、あなの、出てきたと佐々木さんが言ったと発言ね。関東アウトローを閉店した後、 今度は関西から、あ関西、えー、から、チラホラ、変なのが出てきたと<お>佐々木さんが言ったと発言。あ <laughs>、えー、<laughs> 俺関東を閉店したって規則とも言ってないからね。これ同国でえたち情報がわかんないけど、盲録してるんじゃないのかな、えー、関西からチラホラじゃなくて、えー、関西の何かの その、まあうん、関西からね、急にこう、わけわかんない、二人のじじが来て、いきなり俺をディスり始めたからね。えー、そういうのあるからね。えー、そういうことを俺、ね、言ってるんだと思うよ。過去の香港弾圧問題で佐々木さんが中国、擁護発言したと。<laughs> 俺は政治家でも何でもないから。えー、ただ日本であの、今、内装大工を一生懸命させてもらって、頑張ってる一般人ですからね。 えー、その、擁護するも何も、その、どこの動画を見たかわからないですけど、そういう問題に対して俺が、擁護するも何もないですからね。えー、生版のオープニングで過去の写真等を使う壁にドラゴンと呼んで何が悪いのか、あ吉村アイデンティティ、<laughs> えー、ドラゴンと呼んで悪いとは言ってないですよ。え、その、俺をディスってるのよ。 なんで俺をディスらなきゃいけないの俺をディスらなきゃいけない。視聴回数回れないと思ってんの大丈夫かなた、あの、別に俺に対するのため口だろうが何だろうが全然気にしないし、えー、人のことをディスったり、突然俺のことを、あの、自分らのね、自分らの間の問題を押し、俺になすりつけず、つけるのやめなよ。それ、あと俺が言いたいのはデニーの。えー、連絡取り来なかったら自分で行けばいいじゃん、相手の時に。電話、電話しても出ない。誰に電話、 バム聞いても分からないっていう前に、ちゃんと本人は居場所もあるし、住んでるとこもあるから、ちゃんと行けばいいじゃん。その、俺をこう、俺をか、俺を、あわよくば、俺に連絡取ってもらって、その、呼んでもらうっていう考えはやめてほしいですね。えー、んで、パート3では、えー、吉村のチャンネルのク、クソじじいが、ドラゴン佐々木昇進者が大腹吹くのやめましょう。えー、ホラー吹いたことは、あ、ないです。 はっっきり言って、えー、自分が何を添えて言ってるかよくわからないですけど、えー、なんで、なんかこう、ここに書いてあるけど、佐々木がヤクザをお撃退した山口組なんてやあるけど、ヤクザと喧嘩して、えー、やっつけたことはありますよ。それが山口組なのか、山口組を名乗ってんのか、そういうのもあります。えー、あとね、25、6年前に身長188センチ、体重112キロ、男ドラゴン メンバー複数人が鉄パイプで、えー、殴って手を骨折。それは、あのー、188センチ、125キロの大男を、えー、相手が4人で、俺と、えー、うちの弟2人で、えー、バイクを乗って西風行くとった時に、向こうがこう、うららららってビールビを投げてきたから、その場で止ま,止まって、えー、うちの弟が鉄パイプ持って、あいお俺がもう素手で、その4人相手に喧嘩になって、 鉄パイプで振り下ろしたら、相手が汚れたところを腕を折ったっていうだけですよ。何が大勢だよ。その情報自体間違ってる。吉村知事、大丈夫えー、これはっきり言う、えー、葛西の高橋さんという人と喧嘩になって、その後きちんと席について話して和解もしました。えー、これは本当に、えー、何かを間違えてると思いますよね。えー、上記トラブルで暴走とか薬剤に逆らうとありえない。 ヤクザに逆らおうとか思ったことない。えー、喧嘩売られたら、逃げずにやるだけです。それを、あのー、ザに逆らうとか、どの炎のじゃなくて、たまたまその時にね、西火災で飲んでたその、高橋さんっていう人が喧嘩売ってきて、えー、4人でね、えー、こっち2人だったんだけど、その後まあ大人数どん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 集まってきたけど、えー、これは、これが事実です。 え、百、あと、百人以上のヤクザ関係者の前で、弾けと命令した。と、吉村チャンネルのじじい言ってるけど、公衆の面前で、それも、け、あの、これはもうなんだろう、この、警察が非常戦ロープ張ってる前で、え、それも、え、ヤクザ100人来その、暴走族相手に、拳銃で弾,弾けって言ったんだ。いや、すごいですね。逆に褒めてあげたいです、え。ー あと、なんだろう、こう、<laughs> ええー、あと、当時、ドラゴン側が吉村氏側に大金未満金支払いしたと発言。吉村氏にお金なんか払ったことないです。これはもう、そういうない事実を、こう、いくら年数が経ったからで言ってもね、その当事者がここにいるんでね、当時の、えー、きちんと全部覚えてます。ヤクザは偉い、暴走族は各社と吉村氏は、えー、見解を伸びてるんですけど、えー、 暴走族とか、ヤクザとか、格上隠しだと思ったことないです。その、暴走族、単車に乗ってる若いガキに、いいヤクザもが喧嘩を売って腕を欲しおられたっていうのが、これが結果の全てです。まだにササシさんのことをドラゴンの首領だと思い、えー、下の者を俺に協力しろ、協力しろって言ってるけど、えー、吉村チャンネルの吉村じじは、 えー、じゃあ、自分が所属してるところの、えー、ヤクザをもう、もっと礼儀正しく教育してください。えー、多分、まあ、今の、ヤクザという呼ばれているヤクザきちんとみんなね、礼儀がなってますね。えー、昔と違って。えー、えー、なんだろう、あとなんだろう、こういうふうにディっ,ってるね、家族と住んでる日本を大切にしろ、人民回復軍を推奨することを言うな。 人民解放軍を推奨するようなことを一つも言ってないし、大体あの、もう65歳にもなって、あの、差別的な用語を使うのはどうよくないよ。はっきり言って。えー、もう紹介するとのこうのはやめた方がいいよ。えー、ましてやその、弾けて、警察が緩めの前で茶ャ出したの。っていうことも俺は聞いてみたいですね。えー、最後、最後は、 なんか自分があ、両方の親がいない時に自分で自分の老い立ちを哀れんでるようだけど、俺は、あのー、吉村チャンネルの、じ、え、じ、ー、の人生を生き抜いてないから、えー、両親がいない人間、友達いますけど、決して馬鹿にしたこともないし、 えー、わざわざ自分の親たちを言って、俺よりもなんかもっとすげえ苦労したって言うけど、その人間その人間の立場にならないきゃ、同じ教訓ないで、なして、自分が相手より苦労したという一言も言っちゃいけないと思う。俺は中国では、差別があって、いじめがあったってはっきり言ってる。えー、日本人の鬼って言われて差別だっていじめられてた。でも日本に来て、俺は差別あったけど、ほとんどいじめっていうのはなかったかな。まあ、 それは殴られたりとかしたことはありますけど、えー、中央人って言われて差別されたとか結構そういうのはありましたね。だからその上に対して俺はどうこう言ってるわけじゃないし、ただ俺が最後に言いたいのは、えー、吉村チャンネルの時事も、えー、デニーロも、二人ともいい歳して、えー、多分、もうヤクザはもう経験してきてるでしょ。えー、俺みたいなその、人間のチャンネルをね、自分らで自分らが生き抜いた経験を生かして、 吉村のチャンネルをバズらしてください。えー、これが、あままあ、吉村チャンネルに対してのアンサー動画であって、えー、デニーロに対してもそうです。えー、いい大人がね、えー、人のチャンネル見て、ここぞとばかりにね、こう、ディスって紹介数を狙ったりしないでください。あと、何ですかね、えー、ケイさんと吉村さんのこのことは、えー、なんかこう、 で、デニーロがそういう話をすればするほど、えー、吉村チャンネルがそういう話をすればするほど、なんか、あわよくば、なんか、あやかって、なんか、お金にできるって勝手に勘違いしてるんじゃないんですか本人同士が、ね、ケイさんも、吉村さんも、本人同士が、もう、この件は解決してる。って言ってることに対して、外野が、とやかく言う必要はないと思います。 以上ですね。え、これから俺もあの、正当版チャンネルの方でね、しとライブ配信していくんでね、みんな応援よろしく